多重債務者デビュー。俺はコンビニ弁当の工場で派遣社員をしているしがない独身40歳男だ。どうしたの？そんな暗い顔して。実はね、私子宮がんなの。え？手術しないと死んじゃうかもしれないって。大丈夫？全然。だってお金ないんだもん。死ぬしかない。俺にできること何かない？手術代30万かかるんだって。助けて。こんなこと頼めるのあなたしかいないの。体が治ったら必ず返すから、お願い。ただ一度だけキャバクラの女の子から無心されて仕方なく新規で借り入れをしてしまった。よくある話かもしれないが、すぐに女の子は店を辞め、俺には借金だけが残されたのだった。その後じわじわと増えていく借金。今では総額300万円ってんだから、もう笑うしかない。なんであの時 OK しちゃったんだろう。下心ってマジ怖え。300万円も借金があると利息だけで毎月3万円以上必要となる。だから返済できそうにない月は他のサラ金で新規借り入れをし、別の返済に充てる。ただそれを繰り返しているだけで、いつしか自転車操業状態に。必然的に借金は増えていく仕組みができてしまう。カードが増える。俺の勤める工場には社員食堂がある。いつもそこで同僚と日替わりランチを食べるのが日課である。お前の席確保しといたぞ。本当にこいつはいいやつだ。でももし俺が借金まみれだなんて知ったらどう思うだろう。そんなことを考えながら席に着こうとした時、あろうことか手が滑って財布を床に落としてしまった。その瞬間、残酷にも財布の中のカードが床に散乱する事態に。それを目にした同僚は絶句。おい、これって。次の日からその同僚は俺と食堂に行くのを避けるようになった。給料日が虚しく感じる。誰でも嬉しいはずの給料日、でも俺にとっては違う。入ってきたお金を右から左へ受け流すようにして返済に充てなければならない辛労は決して小さくはない。はあ、これじゃあまた利息分しか返せねえや。これ以上新規で借り入れするのも気が引けるし。返済ちょっとくらいなら遅れたってなんとかなるんじゃねえの。俺は数社の返済を後回しにすることにした。返済が遅れると携帯電話が鳴りまくる。翌日から俺はとんでもない事態に見舞われることになる。朝からひっきりなしに携帯電話がかかってくるのだ。もしもし、〇〇さんですか？今月入金がなかったのですが、どうかされましたか？また改めてお電話差し上げますので、よろしくお願いします。留守電25件、すべてが請求の電話だった。支払いできなくなり電話を解約したら、今度は毎日のように催促のハガキが届き始める。悪あがき、副業&一攫千金。返済していない罪悪感からというよりも、近い将来自分の身に起こることを想像すると怖くなったというのが本音。俺は工場とは別に寝る間を惜しんで副業を始めることにした。新入り頑張るね。いえいえ、工事現場は日払いなので助かるんですよ。そうか、とにかく安全第一、油断するな。これで12,000円、今の俺には涙がちょちょ切れるほどありがたい。でもそんな金額じゃ利息の足しにもならないって。ああそうさ、そんなことは理解している。何も俺は返済のために副業したんじゃない。この12,000円を元手にパチンコ屋に行って増やそうって魂胆なのさ。お兄ちゃん、いきなり大当たりかよ。隣に座っていた小汚いおっさんが羨ましそうに俺に言った。今日はついてる。あっという間に6万以上儲かった。これで2社分の利息。まだまだこんなの序の口、今からが勝負だ、見てろよ。俺は自分に葉っぱをかけつつパチンコを打ち続けた。自己破産。そうしますと、あなたは借金を返すために最後はギャンブルに頼ってしまったということですね。俺は市の無料法律相談に来ていた。弁護士は困ったなという顔をしながら話を続けた。では今現在の借金の総額と債権者数を教えてください。300万円超えたところまでは覚えてるんですが、債権者数はちょっと。あ、そうだ、カード
カードがあります。もうほとんどのサラ金業者が債権譲渡や代位弁済を行っているはずです。つまりカード発行元が債権者ではなくなっている可能性が高いので、カードがあるだけでは債権者数の特定はできません。恥ずかしながら俺はとにかく弁護士の言う通り自己破産することにした。破産宣告が降りた日には思わず男泣きしてしまった。そして残りの人生二度と借金はしまいと心に誓う。破産宣告から1ヶ月後。ん？なんだこれ。破産して借り入れができなくなっている人にお金貸します？個人情報ダダ漏れしてんじゃねえのこれ。今すぐ電話して問い詰めてやろう。なんかハガキが届いたんすけど、何これ、なんで俺に。破産したら官報ってのに住所氏名が載ってる？裁判所が出してる？マジっすか。で、それを見て俺にハガキを。え？あ、はい、仕事はしてますけど。まあ生活はきつくはないって言ったら嘘になるかな。無利息？1週間10万。じゃあ1週間以内なら10万返せばいいだけってことっすよね。こうやって俺は再び借金を背負ってしまっていた。